加藤優は、神奈川県秦野市出身の女子野球選手、シンガーソングライター、歌手、アクロスエンターテインメント所属、神奈川県立厚木商業高等学校卒。ポジションは、外野手、血液型大型。2020年からは横浜 DNA ベイスターズのベースボールスクールにてコーチとして活動しているほか、2021年から、 グッドジョブ女子公式野球部に選手として所属している。少年野球チーム、肌のドリームスの監督だった父の勧めで野球を始めたのは5歳。小学校3年生からは保守で5年生から投手と保守を両方こなすようになる。6年生の冬にアメリカで行われた姉妹都市パサデナ市との交流試合に肌の市少年野球チームの選抜メンバーに選ばれ参加した。 背番号3番で投手と保守で出場した。肌の私立大根中学校入学後は、二宮大磯リトルに入団し、中学1年生の夏まで所属。全国大会に出場した。二宮大磯リトルを卒団後、肌のボーイズに所属。二年生になり、関東ボーイズリーグの西武ドームで行われた、開会式で、ベーラン競争女子の部が初めて行われ、初代女王となる。 その夏、ボーイズリーグに所属する女子の選抜チームが組まれ、史上初のボーイズリーグ女子選抜、東西対抗戦が行われた。背番号10番で、1番レフトで出場。リリーフで途中から登板した。初回戦闘打者、ランニングホームランを放ち、優秀選手賞に選ばれる。3年生の夏に、男子に混ざり、ホーチオールスターの神奈川県西選抜に選ばれる。 高校に入学後、ソフトボール部のメンバーとして活躍するが、野球のことが捨てきれず1年の11月で、大部、在学中から、朝日産業の企業チーム、朝日トラスト女子公式野球部に入団。背番号10番。高校3年生の時、侍ジャパン女子代表のトライアウトに合格し、3回目の挑戦で、初めて女子野球日本代表候補選手になる。しかし、 翌年5月、最終選考で落選。この時フジテレビ系、未来モンスターで取り上げられ、話題になる。高校卒業後は、選手だけでなく、介護の仕事をしながら、野球をしていた。2015年9月に、女子プロ野球の合同トライアウトのテストで合格。打席での加藤優選手自身の趣味として、音楽もたしなんでいったが、同年10月には、ファイト。 たった一人の応援歌で CD デビューを果たし、君の空では作詞、作曲をこなした。埼玉アストラヤに入団後、2016年4月9日の開幕戦でデビュー、美しすぎる女子プロ野球選手として話題。5月15日には、史上初の男子プロ野球と女子プロ野球のスペシャルコラボマッチが、ホットモットフィールド神戸で開催され、 オリックスバファローズ VS 福岡ソフトバンクホークスの試合で自身初の始球式を川端幸とダブル始球式という形で務めた。これをきっかけにオリックスファンになり埼玉在住にもかかわらず関東の試合だけではなく京セラドーム大阪やファームの舞島サブ球場へ観戦に訪れるなど熱狂的な織姫として知られている。同年6月14日には岐阜市で 日本生命、セパ交流戦の中日ドラゴンズ VS チバロッテマリーンズで、里藤美とダブル支給式を務めた。その年、目標としていた最優秀新人賞は逃したものの、新人特別賞を受賞した。12月1日には、埼玉県警察浦和東警察署の1日署長に就任した。師匠と仰ぐオリックスの後藤新太氏とは2017年1月に、 合同自主トレを行った。2018年5月19日にホットモットフィールド神戸で埼玉西武ライオンズとオリックスバファローズで始球式を行った。日本女子プロ野球機構が開催している美女級総選挙では2018年、2019年と2年連続1位となり連覇を達成した。なお2019年では同時に開催された。 イケメン級総選挙でも7位にランクインした。2019年11月は1日に今季限りで女子プロ野球リーグを対談することが発表された。8日に若さスタジアムで行われた対談試合の最終打席でセンター前ヒットを放ち女子プロ野球選手として優秀の美を飾る。12日に2019シーズンタイトル表彰でベストナインの外野手部門で 初受賞となった。2020年1月27日、自身のインスタグラムで2020年シーズンはチームに所属しないことを発表。女子野球普及につながる大きな夢に向かって活動する模様。同日、公式 YouTube チャンネル、加藤の YouTube を開設。同年4月1日、横浜 DNA ベイスターズの球団ホームページにて、 ベースボールスクールコーチに就任することが発表された。2021年1月12日にグッドジョブ女子公式野球部に所属しプレーすることを自身のツイッターで発表した。なお、前年から務める横浜 DNA ベイスターズのベースボールスクールコーチも引き続き続行する。ありがとうございます。